ツインレイにはサイレント期間と呼ばれる、お互いに離れ離れになり、連絡が途絶える時期がやってきます。この期間は、相手と会えない寂しさや不安から解放されることが待ち遠しいものです。しかし、終わりが見えないために、不安やネガティブな感情が募ることもあります。安心してください。ツインレイのサイレント期間も必ず終わりがあります。その終わりを告げる前兆やサインを知っておけば、不安を軽減できるでしょう。まず、サイレント期間が終わりを迎える前に、気づきやすいサインとして、夢の中で相手と再会することがあります。夢の中での再会は、終わりが近づいている兆候とみなせます。また、直感が鋭まり、相手の気持ちが感じやすくなることもあります。さらに、自分の周りに、縁起の良い出来事やサインが現れることもあります。これは、ツインレイとの再会が近づいていることを示唆しています。例えば、特定の数字や、共通のシンボルが現れることがあります。大切なのは、焦らずに自分自身と向き合い、ネガティブな感情に流されないことです。サイレント期間は成長や学びの時期でもあります。相手との再会が待ち遠しい気持ちはわかりますが、焦らずに未来を楽しみにしてください。期間が終われば、新たなステージに進むことができ、より深い結びつきを感じられるでしょう。サイレント期間の始まり、ツインレイのサイレント期間は、一般的には、男性が突然別れを告げることから始まることがよくあります。この期間は、お互いに連絡が途絶え、距離が生まれる時期です。サイレント期間に入るサインとして、お互いの間に小さな言い争いや価値観のすれ違いが増えることが挙げられます。些細なことから口論になり、仲直りが難しくなります。ツインレイであると確信していたにもかかわらず、突然の別れの決断に疑問や不安が生まれることもあります。喧嘩や連絡の減少によって関係性が不安定になり、一方が独り立ちしようとする動きが見られることもあります。不安感が強まる中、未来に対する悲観的な考えが浮かぶことも、ツインレイとしての絆に対する疑念が芽生え、不安を感じてしまいます。この期間ではランナー離れる方は距離を置き、連絡を断ちたくなる傾向があります。一方でチェイサーを追いかける方は相手に執着し、連絡を求めることが増えるかもしれません。精神的な不安が高まる中、不健康な行動に走ることも、過度な飲食やギャンブルに走る場合もあるようです。言葉で表せない不安が増すと、サイレント期間の始まりかもしれません。ツインレイ関係とカルマの法則とは、少し難しい話ですので、ツインレイ関係とカルマの法則について、わかりやすくお伝えします。カルマの法則は、いわば因果応報の法則。自分の行動や心が、それに応じた結果として返ってくる仕組みです。善悪に関わらず、自分がどんな行動や思考をするかが、そのまま自分に返ってくると考えられています。この法則は、行為や所作だけでなく、内面の意思にも影響を及ぼします。ゲーダ哲学では、見返りを求めない無償の愛に基づく行いが、宇宙原理に近づくとされています。生が個人割れの欲望から解放され、純粋な愛による行動が、カルマを超越し成長と進化を促進するのです。ツインレイ関係は、特別な関係であり、魂の成長と浄化を促進するものとされています。二人が出会うことで、魂が持つポジティブな経験や、ネガティブなカルマの浄化が始まります。この関係は、最終的には、カルマの浄化を通じて魂の統合を果たし、宇宙原理であるワンネスに気づくための神聖な旅路なのです。生まれつきの魂の違いから来るカルマは、それぞれの人生を運命づけます。例えば、人を信頼できないといったカルマを持つ人は、人との関係を避けがちになることがあります。人を傷つけることで、逃げるカルマを抱える人は、他者に対して攻撃的になる傾向があるでしょう。これらのカルマは、個々の人の行動や性格に大きな影響を与えます。ツインレイ関係は、魂が前世から持ち越してきたカルマを解消し、成長させるための特別な機会。二人が出会うことで、大きな変化が訪れるのは、そのためです。それぞれのカルマが絡む中で、二人は、お互いの成長と浄化をサポートし合い、魂の統合へと進んでいくのです。ツインレイ関係で、カルマを浄化する方法。ツインレイ関係において、カルマを浄化する方法は、自分自身の成長と魂の浄化が鍵となります。まず第一に、自分を知り、成長することが大切です。過去の経験やトラウマ、制限から解放され、ポジティブな変化をもたらすために、
日々の学びや経験を大切にしましょう。カルマ浄化は愛に基づいています。自分自身と向き合い、過去の過ちや誤解を受け入れ、許すことが重要です。相手に対しても、深い理解と無償の愛を抱きましょう。過去の経験や、カルマを感謝の気持ちで受け入れ、成長の機会と捉えることが、ポジティブなエネルギーを生み出します。サイレント期間も大切な時間です。離れ離れになっていても、エーテルコードを通じて、魂同士がコミュニケーションを取ることが可能です。感情や思いを共有し、お互いの心を開くことで、深い結びつきが生まれます。感謝の意識を持つことも重要で、お互いの存在を大切にし、成長への導き手として、感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。自己愛の向上も、カルマ浄化に寄与します。自分を大切にし、尊重することが、相手への愛につながります。これによって、エネルギーの循環が良い方向に変わり、高い振動数の愛が生まれます。これらの方法を組み合わせ、ツイン霊同士は、お互いの成長と、浄化を促進し、カルマの影響を和らげていくことができます。魂の成長を最優先にし、愛と理解を深めることで、サイレント期間がより豊かなものに変わるでしょう。このカルマを解消した後に、サイレント期間の終わりが来ます。その間近には、終了を告げるサインや、前兆があると言われています。カルマを解消し、サイレント期間終わりの合図を知ることで、大体の終了時期を予測することができますので、ぜひチェックしてみてください。見返りのない無償の愛を持てるようになる。ツイン霊同士の関係では、サイレント期間が終わると、見返りを求めない無償の愛が芽生えることがあります。この変化は、お互いの魂が、より深く結びついた証拠となります。見返りを求めない愛が育むと、サイレント期間中でさえも、相手の幸福を心から願うことができるでしょう。この心の変化は、ツイン霊同士の関係が新しいステージに進展し、統合への一歩が確実に近づいていることを示しています。この期間において、お互いに対する無償の愛を持ち、成長し合うことが重要です。見返りを求めず、相手の幸せを願い、自らも成長することで、関係性はより深まることでしょう。統合をサポートする協力者が現れる。ツイン霊同士の関係では、サイレント期間が終わると、見返りを求めない無償の愛が芽生えることがあります。この変化は、お互いの魂が、より深く結びついた証拠となります。見返りを求めない愛が育むと、サイレント期間中でさえも、相手の幸福を心から願うことができるでしょう。この心の変化は、ツイン霊同士の関係が新しいステージに進展し、統合への一歩が確実に近づいていることを示しています。この期間において、お互いに対する無償の愛を持ち、成長し合うことが重要です。見返りを求めず、相手の幸せを願い、自らも成長することで、関係性はより深まることでしょう。ツイン霊以外からモテるようになる。ツイン霊以外からの注目や好意が増え、モテるようになることは、サイレント期間が終わりに近づいている、重要な兆しの一つです。他の人たちから関心を寄せられるようになるのは、あなたの魂が成長し、自信と魅力が増しているからです。この変化は、ツイン霊関係における、自己成長の成果であり、精神的にも自立できるようになったことを示しています。人としての成熟が進んだことは、ツイン霊との再会に向けて、しっかりと準備が整ったサインと言えます。これは新たなステージに進むための準備であり、ポジティブな未来に向けた重要な段階です。大事なものが壊れたりなくしたりする、大切なものが壊れたりなくなったりすることは、サイレント期間が終わりを告げる際に起こることがあります。大切なものを失うことは、新しいものがやってくるサインとも捉えられます。ツイン霊関係においては、サイレント期間が明け、ツイン霊があなたの元に戻ってくる可能性が高まっていることを示唆しています。お気に入りのものを失うのは悲しい経験かもしれませんが、これは新たな始まりや成長の機会を意味しています。ツイン霊との再会に向けて、前向きな気持ちでこれらの変化を受け入れ、未来に期待しましょう。最後に、ツイン霊のサイレント期間が終了する合図について解説します。ツイン霊のサイレント期間が終わりに近づく、新たなステージに進むことを示す、明確な合図が現れるでしょう。ツイン霊からの連絡。サイレント期間の終わりにツイン霊からの連絡があると、これは大きな合図となります。この連絡は、お互いがサイレント期間を超え、統合に向けて進む準備が整った証です。偶然ではなく、
お互いの魂が引き寄せ合っていることの表れであり、新たなステージへの移行を予示しています。偶然の再会。サイレント期間が終了すると、ツインレイと偶然再会することがあります。これは、潜在意識がお互いを引き寄せている証拠であり、魂が新たな発展を求めている兆しです。偶然の再会後、二人はまるで運命的なシナリオに従って、再び結ばれることでしょう。共通の友人や協力者を介した連絡。サイレント期間の終了は、共通の友人や協力者を介して、ツインレイとの連絡が実現することもあります。協力者の存在は統合を支援しており、サイレント期間がスムーズに終了し、再会が実現するサインです。この協力者は、再会後も、統合のプロセスを優しくサポートしてくれることでしょう。ツインレイのサイレント期間が終わる前兆と、カルマについてを詳しくご紹介しました。ツインレイのサイレント期間は、辛く寂しく、統合できるか不安になることもあるかもしれません。サイレント期間が終わる前兆や合図に気づいたら、それをポジティブな変化のサインと捉えてください。焦らずに今に集中し、自分自身の成長に努めることが、ツインレイ関係とのステージ上昇につながります。サイレント期間の終わりを信じて、前に進みましょう。あなたの努力は、必ず実を結ぶはずですよ。短密という言葉をご存知でしょうか？この単語は、日常の会話では、あまり耳にすることのないものです。むしろ、スピリチュアルな文脈で頻繁に使われる言葉です。特に興味深いのは、この短密が、ツインレイと深い関わりを持つことです。今回は、短密とツインレイの関係について、詳しくお話しいたします。短密は、日本の伝統的な言葉で、文字通り赤い光を指します。これは、霊的な世界において、高いエネルギーを持つ光や、波動を表すものとされています。スピリチュアルなコンテキストでは、短密は通常、高次元のエネルギー体験や、啓示的な瞬間を指す言葉として使われます。ツインレイにおいて、短密は特に重要な概念となります。ツインレイとは、前世で同じ魂を共有していたとされる、二人の魂の存在です。この関係は非常に深く、精神的な結びつきが強いと言われています。ツインレイ同士が出会うと、短密が輝く瞬間が訪れると信じられています。ツインレイ同士の結びつきが強まると、短密が感じられる状態になります。これは物質的な次元を超え、精神的な共鳴や理解を生み出すものとされています。短密が輝く瞬間には、自己との深いつながりや啓示が訪れ、ツインレイ同士の魂の成長が促進されると信じられています。このように、短密はツインレイの世界において特別な存在とされ、深い精神的な経験や成長の契機となる言葉として位置づけられています。このスピリチュアルな概念は、日常の枠を超えて魂の真相に触れるものとして、多くの人々に興味と感動をもたらしています。今回はツインレイと短密の関係、そしてサードアイとはについて分かりやすく解説したいと思います。短密は、目を閉じている時に、まぶたの裏側に見える光を指します。この光景は、一般的には明るい光を見た後に、目を閉じた際に見える残光として理解されることがあります。実際、まぶたの裏には毛細血管が見えていると説明する人もいますが、スピリチュアルな観点では、短密はオーラが光として現れたものと考えられています。スピリチュアルな視点から見れば、短密は個々のエネルギー体やオーラが発する光と関連しています。通常の残光は一つの色でしか見えないはずですが、短密は人によって異なる見え方をするばかりか、様々な色彩で現れることがあります。これは個々のエネルギーが異なる色を持っている可能性があるためです。特に自分のオーラが見える場合、その人の精神状態やエネルギーの状態によって色が変化することが考えられます。人の感情や思考、健康状態がエネルギーに影響を与え、それが短密として見える形に現れるのかもしれません。短密は、単なる視覚的な現象だけでなく、個々のエネルギーや、スピリチュアルな側面に触れる窓とも言えるでしょう。その見え方は人それぞれ異なり、色と形から読み取ることで、内面の状態やエネルギーの動きを知る手がかりとなるかもしれません。ツインレイの二人が短密を見るときとは、ツインレイが短密を見る瞬間には、過去性で共に一つの魂だった存在が、成長を遂げて次元上昇アセンションするために分かれ、生まれ変わりの中で二つの魂になったとされます。これは幾度もの転生を経て、現世で、
男女として出会うという特別な過程を経ています。ただしツインレイ同士が単なる愛し合う関係に止まることはありません。むしろお互いの魂を成長させるために連絡を取り合うことすらできない厳しい修行期間を経なければなりません。この苦しい修行期間はサイレント期間と呼ばれ、ツインレイ同士は一切のコミュニケーションを取ることなく、それぞれの成長と向き合う時期です。このサイレント期間を通過することで、二人の魂は深まり、結びつきがより強化されます。そして、時折、突如としてタイミングを示すように、ツインレイは端密を見ることがあります。端密が視界に現れる瞬間は、ツインレイ同士が魂の成長と結びつきに焦点を合わせ、新たなステージに進む合図とも言えます。これは単なる光の輝きだけでなく、魂の深いつながりと成長を象徴しています。端密は、ツインレイの旅路において、目に見えない次元での重要なマーカーとなるのです。見るときは分かったけど、どんな風に見えるのでしょうか？まず、端密の見え方は、個々の感受性や、霊的な進化の段階によって異なります。典型的なパターンとしては、丸い光のもやが見えることがよくありますが、それだけではなく、様々な形や光り方が報告されています。一般的な端密の見え方には、以下のようなバリエーションがあります。丸い光のもや、キラキラと流れるような光、眩しいフラッシュ状の光、渦巻くような光、これらの光の形や動きは、個人の霊的な感受性に影響されており、一人一人が独自の経験をすることが一般的です。また、端密が形を持つだけでなく、中には目や人の顔のようなものが見えるという報告もあります。これは視覚的な霊的なメッセージやシンボルが現れている可能性があります。眩しい時目をつむったら見える残光とは異なり、端密は暗い場所から浮かび上がり、はっきりと色や形を認識できる特徴があります。これは霊的な存在やエネルギーの現れであり、見る人によってその意味合いが異なることもあります。端密の色と形は、あなたのオーラやエネルギー状態を表す重要な情報源です。これらの要素を理解することで、自分の内面やエネルギーのバランスに気づくことができます。1. 端密の色が示すもの。端密の色は、主に強化されているチャクラの部位を反映しています。人間には第1、第7チャクラがあり、それぞれが異なる色に対応しています。例えば、赤色はルートチャクラを、青色は喉チャクラを表しています。端密の色を観察することで、現在のチャクラのエネルギー状態を知る手がかりとなります。色はまた、あなたの生命エネルギーや、本来持っているカラーを象徴しています。これはあなたの才能や特技を発見し、自分自身を深く理解する一助となります。2. 端密の模様と形が意味するもの。模様や形は、エネルギーの状態を表しています。例えば、眩しく発光する端密は、エネルギーが強まっていることを示し、くすんだ模様はエネルギーが弱まっていることを示します。歪んだり落ち着きのない形は、エネルギーが不安定な状態であることを示唆しています。これらの模様や形を観察することで、あなたの内面の状態や、感情の変動、エネルギーのフローの変化に気づくことが可能です。自己観察を通じて、心身の調和を取り戻し、ポジティブなエネルギーを促進する手段となります。ツインレイが霊的覚醒を始めた時に、端密が見える。そしてもう一つ、ツインレイの二人が端密を見る瞬間は、霊的な覚醒の始まりとされています。この特別な状態が到来するのは、サイレント期間と呼ばれる時期に入った時であり、それはお互いが個別に魂の成長に焦点を合わせ、内省や瞑想を通じて自己と向き合う期間です。日常生活の中で、自らの転生や使命、目的を理解し、それを実践することが求められます。この自己理解がしっかりとなされることで、ツインレイの魂は高次元への成長を始めるのです。そして、霊的な覚醒が起こることで、端密が視界に現れるようになります。端密が見える瞬間には、サードアイ第三の目が目覚めた証でもあります。この霊的な目覚めが起きると、ツインレイの二人は、目を閉じて、奇跡的な光を目にし、様々な霊的な現象が生じることがあります。この状態では、物理的な限界を超え、次元を超えて、魂同士が深くつながり合う瞬間を経験することができるのです。端密は、ツインレイの旅路において、霊的な進化と結びつきの証となる、非常に重要なサインと言えるでしょう。
ツインレイが端蜜を目にするのは何を意味しているのでしょうか。彼ら二人が端蜜を目にするときは、魂がレベルアップし始めたとき。このとき目を閉じると、まぶたの裏側ではオーラが乱舞するように見える人も少なくありません。中にはいくつの色の糸が絡んだように見えるときも、通常の感覚では目にすることができない奇跡の色と言ってもいいでしょう。この神秘的な体験は何を意味しているのでしょうか。最後におさらいしましょう。端蜜はスピリチュアルな視点から見た際に、自分のオーラや霊的な波動を感じた時に見える光のことを指します。ツインレイが端蜜を目にすることができるようになるのは、自己の魂が成長し本来の一つの魂に統合しようとしている時期に訪れます。ツインレイは最終的に二つの魂を一つに統合させることが、その存在の目的とされています。このプロセスは、お互いの魂が個別に成長し、次元上昇アセンションするための試練や修行を経る必要があります。サイレント期間と呼ばれるこの時期は、お互いに連絡を取ることが難しく、時には苦しいものとなりますが、これに耐え抜くことが、ツインレイの魂の成長につながります。不安や焦りが募る中で、端蜜が見えるようになる瞬間がやってきたならば、それはまさに魂の統合が始まる証でもあります。この光景は、お互いの魂がより深く結びつき、統合のプロセスが進んでいることを示しています。魂の成長とともに、ツインレイは新たなステージに進んでいくことでしょう。ツインレイは、生まれながらにして別々の人間として現れるものの、本質的には一つの存在であるとされています。そして、ツインレイがつながるとは、現実の世界でツインレイ同士が出会い、心が通じる現象を指し、これは一般的に、ツインレイの統合とも呼ばれています。魂のつながりは見た目では捉えることができないため、ツインレイのつながりは主に感覚に頼って認識されます。したがって五感を駆使してそのつながりを感じ取ることが重要です。具体的な形で目に見えるものではないものの、ツインレイがつながっていることを示すいくつかの兆候が存在します。今回紹介するポイントが確認できた場合、それはツインレイとあなたが統合されている可能性が高いと考えても良いでしょう。一物理的な距離が気にならない。ツインレイ同士は魂のレベルで深くつながっているため、物理的な距離が彼らにとって大きな意味を持ちません。このつながりによって、遠く離れていてもお互いが近くにいるような安心感が生まれます。ツインレイ同士が一つの魂で結ばれているという特別な結びつきにより、どの場所にいても常に相手がそばにいるような感覚が保たれるのです。これは物理的な距離が二人の結びつきに影響を与えない、ツインレイとあなたが統合されている証拠と言えるでしょう。二言葉にしなくても考えが通じる。ツインレイ同士がつながっていると、言葉に頼らずしてお互いの考えや感情を理解し合う能力が発展します。コミュニケーションが言葉だけでなく、心の中に共有された意識によっても成り立つため、お互いが何を望んでいるかを瞬時に理解できます。これにより、些細な誤解やコミュニケーションの不足から生じる喧嘩が減少し、より深い結びつきと理解が築かれます。ツインレイ同士の特殊なつながりにより、お互いの心が通じることが言葉以上に深まります。3シンクロニシティが頻繁に起こる。シンクロニシティは、偶然の一致を指し、同じ瞬間に同じ言葉を発する。予期せぬ場所で偶然出会うなど、奇妙な一致が生じる現象です。ツインレイ同士が深くつながっていると、このシンクロニシティが頻繁に起こります。何度も偶然にばったり会ったり、同じ瞬間に同じことを感じたりすることが多い場合、それは二人が深くつながっている証拠と言えるでしょう。四無条件の愛を抱く。ツインレイがつながると、相手に対して無条件の愛を抱くようになります。表面的な理由でなく、相手がただ存在するだけで喜びを感じる。相手の特定の特徴や行動に依存せずに愛を感じることが特徴的です。例えば、相手が喜んでくれるなら何でもしてあげたいといった献身的な愛情が芽生えることがあります。これは無償の愛を抱くことで、ツインレイ同士のつながりが深まっている証拠と言えるでしょう。こいつも夢に出てくる。ツインレイがつながると、相手が頻繁に夢に登場することがよくあります。これは夢の中がいわば魂のふるさととも言えるからです。夢の中でツインレイと会うことは、現実の肉体や物理的な制約から解放され、
魂レベルでの深い交流ができている証拠と考えられます。夢の中での出会いは、二人の魂が常につながっていることを示す重要な要素であり、その瞬間は非常に特別なものとされています。6環境の変化が起こる、ツイン霊とのつながりが強まると、周囲の環境に変化が現れることがあります。これは、ツイン霊との出会いが新しいエネルギーをもたらし、それが自分の人生に影響を与えるからと言われています。このエネルギーの高まりによって、新たな挑戦に取り組むようになったり、良い人間関係を築いたり、仕事での昇進が訪れたりすることがあります。ツイン霊の存在が自身のエネルギーを高め、それがポジティブな変化として具現化されることで、つながりの深さが生活全体に影響を与えているのです。7体のつながりがなくても焦らない。従来の恋愛では、体の関係が進展しないと、本気ではないのではないかという不安がつきものでした。しかし、ツイン霊同士の関係では、性行為がないプラトニックなつながりでも、充足感を抱くことがあります。これが、ツイン霊とのつながりの証拠とされています。精神的な深い結びつきが存在するため、肉体的なつながりに焦点を当てないこともあります。ツイン霊同士が、肉体的な結びつきよりも、魂のつながりを重視することが、彼らが持つ特徴の一つかもしれません。八不思議と安心感を抱く。ツイン霊とつながると、特有の安心感に包まれるような感覚が生まれます。相手を愛しているという気持ちがあるにもかかわらず、一緒にいる時に感じるのは、恋のドキドキではなく、深い心の安らぎです。これがツイン霊とのつながりの証拠となります。恋愛においてはドキドキが重要視されがちですが、ツイン霊との関係では、恋愛というよりも、家族のような穏やかな雰囲気が支配的です。初対面のツイン霊でも、以前から知っていたかのような心のつながりを感じることができ、その結果、恋愛においてのドキドキだけでなく、安心感をもたらす関係を構築することができるでしょう。旧前向きな気持ちになる。ツイン霊とつながることで、前向きな気持ちになることがあります。ツイン霊との出会いは、お互いのエネルギーの波動を高め、自然とポジティブな気持ちに誘導される可能性があります。この気持ちの変化が、環境の良い変化を引き起こす一因と考えられます。仕事や趣味など、あらゆる面でやる気が湧き、突如として、物事が良好に進展し始めることがあります。これはツイン霊とつながることで、お互いのエネルギーを共有し、それが前向きな変化をもたらす結果とされています。魂が、再び合流することで、本来の力を取り戻した、と解釈できるでしょう。十知らない景色が頭に浮かぶ。ツイン霊とつながると、突如として知らない景色が頭に浮かぶことがあります。これは、ツイン霊の相手が持つ記憶や経験が、あなたに流れ込んでくるためと言われています。行ったことのない街や風景が、詳細に思い浮かぶ瞬間は、ツイン霊に尋ねてみる価値があります。相手の生まれ育った街や、馴染みのある風景かもしれません。これはツイン霊との深いつながりによって、お互いの経験や思考が共有される瞬間を表しています。そして最後に、ツイン霊とのつながりを深める方法を紹介します。まず一つ目は、無償の愛を大切にすることです。ここで言う無償の愛とは、相手の外見や条件ではなく、心の奥底から湧き上がる私は、あの人が好きという純粋な気持ちを指します。相手をそのまま受け入れ、条件つけずに愛することができれば、真の意味でのつながりが築かれるでしょう。二つ目は、つながっている証拠を探しすぎないことです。ツイン霊とのつながりは目に見えないものであり、そのために無理に証拠を見つけようとすることがあります。しかし、つながりを深めたい気持ちは、あまりにも真剣であるがゆえに、相手とのつながりを確認するために、過度に努力してしまうことがあります。しかし、この行動は、結局は相手を条件で見てしまうことにつながります。ツイン霊とのつながりを深めたいのであれば、過度な証拠の探し求めは控えることがポイントです。相手を無償の愛で受け入れることができるなら、証拠がなくても、それがツイン霊とのつながりであると、理解できます。サイレント期間中に、ツイン霊つながり深める方法はあるのでしょうか？そう思った方へこちらをご紹介します。1. サイレント期間で離れても焦らない。ツイン霊同士には、サイレント期間と呼ばれる、一時的な離れ離れの期間があるとされています。この期間は、お互いが自分を見つめ直し、成長するためのものです。最初は離れてしまったことに、ショックを受けるかもしれませんが、相手への執着や依存心を手放し、
精神的に強くなることが重要です。焦りすぎず、この期間を乗り越えることでツインレイとしてのつながりが深まります。 2. 相手の気持ちを探りすぎない。サイレント期間中には相手との距離が広がりがちですが、焦ってたくさん連絡を取ろうとするのは逆効果です。相手の気持ちを探ろうとすることは、かえって相手を引き寄せるのではなく、遠ざけてしまう可能性があります。魂が成長する過程で、サイレント期間が自然に終わるのをじっと待つことが大切です。焦らずに静かに待つことで、統合後により、深いつながりを築くことができます。3. 自分のやるべきことに集中する。サイレント期間中には、相手のことばかり考えず、自分の成長や目標に集中しましょう。仕事や趣味に没頭することもよし、友達と楽しい時間を過ごすのもよしです。相手のことだけでなく、自分の人生を楽しむことが、ツインレイとのつながりを深める秘訣です。ツインレイはこの世に立った一人しかいない運命の相手。そのつながりは目に見えるものではありませんが、この人は私のツインレイかもと感じたならば、そのつながりを大切に育てていくことが重要です。統合した魂になれたのかどうか気になるときは、今回紹介した証拠を探してみてくださいね。実際の状況に敏感になり、感覚を研ぎ澄ませることで、深いつながりを、より確かなものとしていくことができるでしょう。今回はツインソウルとツインレイの違い、共通点や間違いやすいポイント、見分け方と、この動画だけでわかるように詳しく解説していきたいと思います。では早速ツインソウルとツインレイの違いを紹介します。ツインソウルは一人ではない。ツインソウルとは、前世で一つの魂が分かれた存在であり、この言葉によって、二人しか存在しないと考える人もいますが、実際には複数のツインソウルが存在しています。ツインソウルは異性同士だけでなく、同性同士の関係もあり、魂の成長を促進させるために、分裂した存在です。異なる試練や経験を通じて成長し、何度も生まれ変わりを繰り返しています。ツインソウル同士は、魂の成長のために協力して、試練を乗り越えることが期待されています。ツインレイは唯一無二の存在。ツインソウルは、前世で同じ魂が、二つに分かれた存在であるのに対し、ツインレイは男性と女性の組み合わせで、唯一無二の存在とみなされています。これらの魂は全く異なる試練を経て、今世に生まれ変わります。ツインレイ同士は出会った瞬間に、運命的なつながりを感じ、結婚すると感じることがありますが、これは相手がツインレイである可能性が高いからです。しかし、この強い運命に引き寄せられる中で、相手への執着が増すことがあります。ツインレイの試練は、この執着心やエゴを乗り越えることであり、これを成功させることで、深い愛に包まれるとされています。ツインレイ同士は各自が自身の試練に直面し、協力せずに一人で克服することが求められます。ソウルメイトは、同じ魂？ツインソウルとツインレイに関する考え方は、占いやスピリチュアルな世界で広まっています。中には、ツインソウルとツインレイを同じものと捉える人もいます。これは、もともと同じ魂であった、ツインソウルが転生を繰り返し、最終的にツインレイになったという視点から生まれています。しかし、これはスピリチュアルな分野の限界であり、一つの正解があるわけではありません。それでも、ツインソウルとツインレイは同じ魂から生まれた存在であり、今世でお互いに深く影響を与え合っているとされています。ソウルメイトについて、同じく占いやスピリチュアルに詳しい方なら、ツインソウルやツインレイと同様に、ソウルメイトについても聞いたことがあるでしょう。ソウルメイトは、魂が転生するたびに共にいて、お互いに影響を与え合う存在を指します。ただし、ツインソウルやツインレイとは異なり、最初から同じ魂だったわけではありません。ソウルメイトは異性であっても、必ずしも恋愛関係になるわけではなく、様々な形の人間関係を通じて、お互いの魂に影響を与えるとされています。それぞれの関係は魂の成長に寄与し、一生を通じて変化する可能性があります。そして、ツインソウルとツインレイの違いについて分かったところで続いて、共通点がいくつかありますのでご紹介しますね。不思議な居心地の良さを感じる、ツインソウルとツインレイに出会う瞬間から、異様な懐かしさや心地よさを感じることがあります。まるで古くから知っているような感覚が広がり、一緒にいることで、心が研ぎほぐされるような経験があります。これは、ツインソウルとツインレイが、もともと同じ魂であるとされ、いわば魂の双子であるためです。そのため、
彼らが一緒にいることで深い愛情や絆を感じることができるのです。異性同士であっても自然な引き寄せが起き、恋愛関係になるための努力が不要とされています。初対面でも不思議な親近感。ツインソウルやツインレイのもう一つの特徴は、初対面であっても相手との親近感を感じることです。これは前世で同じ魂だった二人が今世で再び出会った結果とされます。全く知らない相手と思えど、昔からの友人や家族のような感覚が芽生え、相手の言葉や考えに奇妙なほど理解が得られることがあります。この不思議なつながりは単なる偶然ではなく、魂の結びつきによるものと考えられています。頭から相手の顔が離れないツインソウルやツインレイとの出会いにより、相手の存在が気になり目が離せなくなることがあります。お互いに引き寄せられる感覚が共有されているため、不思議な縁により目が合ったり見つめ合ったりする瞬間が生まれます。会っていない期間でも相手のことが頭から離れず、強い結びつきを感じます。特にツインソウルが男性である場合やツインレイの場合、急激な恋愛感情が芽生えることがあります。強烈な衝動や相手への思いに駆られ、恋愛感情が高まります。すでに恋愛関係にあるかのような感覚に包まれ、未来を共にすることを周囲も含めて想像することでしょう。またツインソウルやツインレイ同士が出会った際、どちらかが既婚者であることもよく見受けられます。この出会い自体が奇跡であるため、既婚者であったり結婚していたりする場合もあります。その際、相手の幸せを考えて離れることが今世で魂に与えられた試練となることもあります。人生が180度変わる。ツインソウルやツインレイとの出会いは人生や価値観を根本的に変える可能性があります。同じ魂の片割れとの出会いにより、これまで見逃していた新しい視点や気づきが生まれ、人生が新たな方向に進展することがあります。出会う前の人生がうまくいかない時期にツインソウルやツインレイに出会い、そこからポジティブな変化が訪れるケースがよく見受けられます。現在の辛い状況もツインソウルやツインレイに出会うことで新しい可能性が広がっている兆候かもしれません。意外な場所での出会い。ツインソウルやツインレイとの出会いは通常は足を踏み入れないような場所や多くの人が集まるイベントで実現することがよくあります。これはお互いが異なるバックグラウンドや価値観を持っているためです。無意識に魂同士が引き寄せられ、新たな経験や出会いがもたらされるのです。ツインソウルやツインレイとの出会いはまるでドラマのような不思議な展開があります。普段行かない場所での運命的な出会いがお互いの人生に大きな変化をもたらすことがあります。これはまさに奇跡や宿命のようなものであり、感動的な瞬間として記憶されることでしょう。最後にあなたの人生に大きな変化や愛をもたらすツインソウルやツインレイの見分け方をご紹介したいと思います。ポイント、体に似ている部分が多い。ツインソウルやツインレイは生まれつき同じ魂を抱えています。そのため身体的な特徴にも共通点が見受けられることがあります。例えば肌質や手の形、育った環境などが似ている場合、これがツインソウルやツインレイの存在を示唆しているかもしれません。また体調の変化や相手の感情に自身が共鳴する瞬間があるかもしれません。同じ魂が分かれた存在としてお互いに不可解な共感が織りなされるのです。ポイント喧嘩になるほど価値観が違う。ツインソウルとツインレイは同じ魂から生まれているにもかかわらず、互いに対照的な価値観を抱えています。この違いが時には摩擦を生むことがあり、相手に惹かれながらも理解しきれない感情が湧き上がることもあるでしょう。しかしこれはお互いが成長し、異なる視点から世界を捉え、魂がより深く結びつくための試練と言えるでしょう。この価値観の相違がお互いの魂の成長を促すきっかけとなるのです。ポイント、男性側からアプローチされる。異性のツインソウルやツインレイとの出会いではアプローチの仕方が特徴的です。特に男性からのアプローチが顕著で、恋愛が始まることがよくあります。ツインソウルやツインレイの男性は女性に対して目で追う傾向が強いことが一つの特徴です。もしチラッとした視線が交わっただけで相手からのアプローチが感じられたなら、それはツインソウルやツインレイの可能性が高まるでしょう。ツインソウルやツインレイの男性は深い魂の結びつきにより相手に対して強い惹かれる感情を抱くことがあります。そのため
積極的なアプローチが現れることもあり、これはお互いの魂が深くつながり始めているサインと言えるでしょう。異性からのアプローチがあり、その中に深い愛情や特別なつながりを感じる場合、相手がツインソウルやツイン霊の可能性が高いと考えられます。このアプローチが魂のつながりによるものであるならば、お互いの関係は深まり、愛情豊かな旅路が始まることでしょう。ツインソウルやツインレイとの出会いは、まさに人生の大きなターニングポイントと言えます。彼らは、もともと同じ魂から生まれた存在であり、その縁がいくつに分かれようとも、深く結ばれた魂の片割れです。今回ご紹介したツインソウルやツインレイの特徴に該当する男性との出会いは、あなたの成長や人生において重要な変化をもたらすことでしょう。この関係には葛藤や別れといった試練が伴うこともありますが、それらはあなたが自身の魂の成長に向き合い進化していくためのものです。相手との関係において生じる葛藤や辛い瞬間に直面した際は、その出会いがもたらす意味を冷静に考えてみることが重要です。この経験を通して、あなたは自分自身や人生に新たな視点を見出し、成長することでしょう。ツインソウルやツインレイとの縁は、深い愛とともに人生に深みを与えてくれることでしょう。ツインレイとは、自分の魂の片割れであり、この世にただ一人存在する運命の相手です。ツインレイとの出会いは奇跡的であり、そんな特別な縁に出会える人は決して多くはありません。しかし、一度出会ったならば、幸せな日々を過ごせるのかという疑問が生じます。ツインレイとの出会いを果たした人々の中には、サイレント期間と呼ばれる相手との距離が遠くなる期間を経験することがあります。この期間は試練とも言えるもので、時には辛く、不安を抱えることも珍しくありません。サイレント期間が辛い予想以上に辛い未来が不透明で、不安だといった感情が頭をよぎることもあるでしょう。ただし、これらの試練は、克服不可能なものではありません。では、具体的にサイレント期間を乗り越えるためには、どうしたら良いのでしょうか？その答えは、あなた自身が諦めの境地に達することにあります。諦めの境地とは、一見難解な言葉かもしれませんが、実際には理解しやすく、日常生活にも取り入れやすい概念です。ただし、諦めると言われても、その意味や方法が理解しきれないこともあるでしょう。では、ツインレイとの関係においてどうすれば諦めの境地に達することができるのか、特にサイレント期間が長く感じられ、どう進んでよいかわからない人は、今回の動画を参考にしてみてください。ツインレイにおける諦めの境地とは、一般的なイメージと異なり、自暴自棄になる苦しみや投げやりになるわけではありません。むしろ、この境地では、自分の努力でどうにかできるという思考を手放すことが重要です。ツインレイとの関係は、もがけばもがくほど苦しく、そしてサイレント期間を終わらせようと努力すればするほど、状況が難しく感じられることがあります。これは、ツインレイへの執着や不安感、怒り、悲しみなどの負の感情が入り混じり、心が支配されてしまうためです。終わらそうという気持ちは、ツインレイへの執着心や不安、怒り、悲しみなどによって支配された状態です。これはまさに心の闇と言えるでしょう。しかし、このような感情に支配され、相手をコントロールしようとすることは、何も良い結果を生まず、むしろ一層困難を増すことになります。諦めの境地に達するとは、恐れや不安を感じつつも、愛はコントロールし合うものではないと悟り、感情の縛りから解放されることです。大切なのは、ツインレイを諦めるのではなく、むしろ愛とは、相手を束縛するものではないという、理解を深めることです。1.正しい人だけがたどり着ける世界。ツインレイについては、出会える人もまだまだ少なく、さらに統合した人は数少ないため、一般的には知られていません。そのため、サイレント期間を含む、その先の領域も未知のままです。特にサイレント期間では、苦しみや悲しみ、怒りなどの感情が次々に襲ってきます。サイレント期間は統合に向けた試練であり、それを乗り越えられない場合もあります。また、執着を手放しても、サイレント期間からの復縁が難しい場合もあるようです。このため、諦めの境地の先に広がる光の世界は、誰もが簡単にたどり着けるわけではなく、ごくわずかな人だけが経験できる場所と言えます。サイレント期間を経て復縁できると、統合への新たなステップに進むことが期待されますが、これが全員に適用されるわけではありません。
個々の状況によってはサイレント期間から脱出できず、何年もあるいは数十年にわたってつながりを築くことができず、完全に疎遠になることもあります。このサイレント期間を終えて手放すことが統合には欠かせないステップです。ツインレイという運命の相手を手放すことに抵抗があるのは理解できるでしょう。しかしこの手放しは統合を成し遂げるためには不可欠な試練です。相手に執着し依存していると手放しの試練を乗り越えられず、ツインレイとの復縁が難しくなります。焦らないことが復縁の鍵です。執着心を手放したとしてもすぐに復縁できない場合もあります。しかし焦りや不安にとらわれず、冷静に状況を見つめることが重要です。サイレント期間の長い苦しみの中でチャンスが巡ってきた時に一気に状況を改善しようと焦ることは避けましょう。慎重に行動することが成功への近道です。焦りは潜在意識から湧き出るものであり、頭では理解していても感情として現れます。この感情をクリアにするには潜在意識を変える必要があります。現状を変えるのではなく、潜在意識にポジティブな感情を送り込みましょう。変化があった時の素直な感情を潜在意識にインプットすることで、焦りや不安などの感情が減少し、復縁への障害が解消されるでしょう。焦りは復縁に不要な感情であり、潜在的な足かせとなります。自分の内面に働きかけ、潜在意識を修正することで、ツインレイとの関係に良い変化が訪れるでしょう。1. 悟りを開く意味を理解できる。ツインレイの諦めの境地に至った人だけが経験できることがあります。その一つは、本当の執着から解放される瞬間です。ツインレイにおいて諦めの境地にたどり着くと、本当の執着心を手放す経験があります。手放すと聞くと、初めは苦しいと感じることもあるでしょうが、実際にはそれが解放への道なのです。なぜ相手は私の気持ちを理解してくれないのだろう？どうして、こんなにも苦しむの？といった辛い感情にとらわれることはよくあります。しかし、この苦しみは相手によるものではなく、自分が生み出しているものなのです。執着心の本質は、自分に対する無価値感から生じるもの。自己評価が低い人や愛情にトラウマを抱えている人、自分に価値を見出せない人は、他者への依存や執着に強くなりがちです。しかし、執着を強めることで、逆に苦しみが増すこともよくあります。執着心を手放すことは、相手を信じるだけでなく、何よりも自分自身を信じることです。執着心を手放した瞬間、真の自由と愛を知ることができるようになります。2. ツインレイの魂の試練を経験できる。魂の試練は容易に克服できるものではありません。感情論だけではどうしようもなく、自らが望んでも望まなくても、成し遂げられないことがあります。魂の試練に立ち向かうためには、物質的な概念に縛られないで、魂が成長することが求められます。端的に言えば、この現実世界に見えるものが、全てではないという信念を手放すことが、極めて重要です。ただし、これは頭では理解できても、実際にその領域に到達することは、難しいものです。魂の試練の真の辛さを理解することが求められるでしょう。全ての人がツインレイと出会い、統合することができるわけではありません。現世で試練を乗り越え、統合できない人も多いのが現実です。しかし、そのことで意気消沈する必要はありません。魂は、あなたがこの世で果たすべき使命を果たした後も、存続します。したがって、輪廻転生の先で、試練を乗り越え達成できればそれで良いのです。諦めの境地の先をどのような未来にするかは、まさにあなた次第です。これは他人に強制されるものでもありませんし、他者が決定することでもありません。すべてはあなたのうちにあります。執着を手放し、真に自由な状態を迎え、可能性に満ちた未来を築くのか、それとも執着に縛られ、暗黒の闇に漂うのか、これらの選択はすべてあなたの手中に握られています。1. スピリットは、超えられない試練を与えない。スピリットやツインレイについての考え方は、私たちが直面する厳しい状況や苦しい経験が、自己の成長に寄与するものであるとされています。スピリットは、宇宙的な存在やエネルギーとして捉えられ、私たちの生命体験に、どのように影響を与えるかというアイデアがあります。ただし、それは私たちに負担をかけたり、克服できないようなものを課すものではなく、むしろ、成長や学びの機会を提供していると考えられています。そして、ツインレイとは、
もともと同じ魂から派生している存在だとみなされています。言い換えれば、ツイン霊の相手は自分自身であるという考え方です。他者が私たちに問題を投げかけているわけではなく、実際には私たち自身が自分に課しているのです。ツイン霊の関係において、魂の相手はあなたなら、試練を乗り越えられると信じているとされています。これは、自身が持つ力や成長の可能性に注目し、逆境を乗り越えることで、魂がより高い次元で、理解や認識を得る手助けとなるのです。2. 統合という真の目的を忘れてはいけない。統合という真の目的を果たし、試練を乗り越えることは重要ですが、手放しすぎてはいけません。手放すべきではないのは、目的とそれに伴う試練の重要性です。試練を通して統合へと進むことが、ツイン霊との関係を築いていく上で、欠かせない要素となります。目的を見失ってしまうと、これまで築いてきた、ツイン霊との関係が崩れてしまう可能性があります。手放すべきではないのは、目的を達成するために経験する試練の存在です。試練がやってくることは、ツイン霊との関係が進展している印でもあります。ツイン霊の本来の目的は、様々な試練を乗り越えて、最終的に統合することです。この目的を常に心に留めておくことが大切です。統合は、困難や試練を通じて成就されるものであり、それがツイン霊との関係の本質なのです。手放すべきではないのは、この統合への道のりと、その過程である、試練です。自分で本当にできる限りの努力を尽くしたかどうかを確かめるために、ツイン霊の専門家に相談してみましょう。一人で考えるよりも、専門家からの具体的なアドバイスを得ることができます。現実の生活でどのように過ごすべきかや、今後の行動に関するアドバイスを受けることで、新たな視点が開ける可能性があります。一人で悩んでいるよりも、専門家の客観的な意見を取り入れることで、より具体的かつ実践的なアプローチが見つかるかもしれません。今回は、ツイン霊における諦めの状態についてお話ししました。諦めの状態とは、試練を乗り越えた後に広がる希望の光の領域のことを指します。サイレント期間が訪れると、苦しみや悲しみから逃れたくなる気持ちが誰にでも生まれるでしょう。ただし、ツイン霊における試練に対処する際には、現状に立ち向かおうとする抵抗は、良い方向に進む手助けにはなりません。逆に、抵抗が苦しさを増す原因になったり、サイレント期間が長引くこともあるのです。抵抗せず、自分に起きる出来事に身を任せ、そして、自分とツイン霊の存在を信じることで、与えられた試練を乗り越えていけます。ツイン霊の諦めの状態に到達するためには、抵抗をやめて自分に任せ、信頼することが大切です。これを参考にして、ツイン霊との関係に新しい視点を見つけてみてください。